でも無理だよ。俺死んじゃったんだろ。君の手助けはできそうもない。私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。私の天の聖杯のドライバーとして。 天の聖杯のドライバー。それって。どうします、レックス。ここはホムラの故郷なんだよね。ええ。本当にある？レックス、あなたの考えていることはわかります。 そう。ここに来ればアルストの運命、死にゆく大地の呪縛から解き放たれる。もう未来に怯えなくて済む。なら答えは決まってる。いいよ、行こう楽園へ。俺がホムラを連れて行ってやる。ありがとう、レックス。 ニア、やれ。やるって。そいつらの命の代金はすでに払ってある。俺らが天の聖杯を手に入れたっていう話、知る人間は少ない方が何かと都合がいいからな。できないよ、この人たち関係ないじゃん。おかしなことを言う。お前、 自分が何のためにここにいるのか忘れたのか。けどさ。めんどくせえ。もういい、俺がやるわ。 卑怯じゃないか。それが大人のすることかよ。ほら、はい、行くよ。はい。